どうも、ポヘディアンラプソディです。ついにシーズン X が終わりを迎えそうで、新たなシーズンがあと数時間後に始まります。ということで今回の動画は縦積みの解説動画です。縦積みは建築バトルの中でも基本中の基本の技なので、まだうまくできない方は新しいシーズンが始まる前にこの動画で縦積みをマスターしてください。今回は2種類の縦積みのやり方解説と、それだけだと内容が薄いと思ったので、パッド勢は絶対使うべきゲーム設定をいくつか紹介します。まだフォートナイトを始めたばかりの方や縦積みがうまくできない方はぜひ最後まで見てください。まず最初に縦積みですが、この技は建築で自分を守りながら普通に階段を上るより早く上に上がることができる技です。建築バトルでは敵よりも上にいる方が有利なので、縦積みは本当によく使われます。どの縦積みも重要なポイントは、まず建築時に自分がいる位置、次にジャンプのタイミング、そして視点移動です。一つ目の縦積みはこんな感じです。やり方は階段を7割ぐらい上がって、そこで壁を正面2つと曲がる方向、今回は右に曲がるので右に視点を動かしながら2つ壁を建築します。この時の視点移動は小さい逆 U をイメージしてください。そして4つ目の壁を建築したら、床と階段の順番で建築したら完成です。自分の立ち位置ですが、階段の一番左から少し離れたぐらいを意識して、階段を上がって半分を少し超えたぐらいで右に曲がりながらジャンプをします。ジャンプのタイミングが少し遅れてしまうと勢い余って正面の壁にぶつかってしまい減速するので注意してください。最初はこれらのポイントを意識して縦積みを1回やってから階段でまた上がってを繰り返して、慣れてきたら2連続でやるのがいいと思います。慣れてくると自然とこれらのポイントができるようになって、縦積みが簡単にできるようになると思います。2つ目の種類はこの縦積みです。この縦積みは簡単そうに見えますが、キャラコンと視点移動が最初のよりも難しいです。ちなみにこの縦積みの方が若干早く上に上がりますが、正面の壁がない分敵からのダメージを受けやすいです。意識することはまず視点をあまり動かさないこと、壁を正面の下と右下に建築してジャンプをしながら壁を建築し続けることで、自然と右上に壁ができて、すぐ後に床と階段を建築します。キャラコンは最初の縦積みと同じで、階段の一番左から少し離れたぐらいから上がっていって、半分を少し超えたぐらいから右に曲がりながらジャンプをします。キャラコンがうまくできないと落下するので注意してください。1つ目に紹介した縦積みはもっと頑丈で自分を守ることができて、2つ目の縦積みはスピード感があります。僕はよく公開では1つ目の縦積みを使ってます。2つ目はたまに建築バトルをするときに初動で使うぐらいです。ですが縦積みは本当によく使うので、まだマスターできてない方は練習することをお勧めします。ここからはちょっとしたパッドのゲーム設定のおまけになります。ゲーム設定画面の下の方に行って、まず絶対デフォルトでダッシュをつけてください。これをつけることでスティックを傾けるだけでダッシュすることができます。その分左スティックの押し込みを他の操作に割り当てることができます。ちなみに僕の場合は左スティックの押し込みを編集にしてます。次に開けるインタラクトをオンにしてください。これは宝箱や味方の蘇生をするときにワンタップですることができるようになります。そして最後に建築ピースのリセットをオンにすることをお勧めします。これをオンにすることで壁建築張り替えがとてもやりやすくなります。これらの設定をパッドでプレイしている方は必ずオンにすることをお勧めします。今回の動画は縦積みの解説とゲーム設定のおまけで、初心者のための講座です。今回解説したことをマスターして、みんなで次のシーズンを楽しんでいきましょう。この動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。皆さんは次のシーズン楽しみにしてますか？コメント欄で教えてください。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。